はい、皆さんこんにちは、花坂じいさんです。今日は金魚草の摘心2回目をしたいと思います。本日の動画は三部構成でお話をします。まず1部が花の紹介、2部が摘心の仕方、3部が摘心した後の管理の方法ですね。水のやり方とか肥料のやり方とか虫の予防についてね、お話をしていきたいと思います。それでは早速ね、一部の花の紹介をしたいと思います。これ皆さん綺麗でしょ。これ金魚草、こんな咲いてるんですよね。今からバクバク咲きますけど、これもっともっとね咲かせたいんですよね。今小花芽がガーッと上がってきてますけど、この倍をね目指して今日はね、期待を込めて摘心をしていきたいと思います。実はこの金魚草、別名スナップドラゴン、アンテリナムと呼ばれています。原産はですね、原産地は地中海沿岸で、ゴマノハグサ科の一年草なんですね。金魚草の語源はですね、長い鼻緒につく膨らんだ穴がパクパクと口を開けた金魚に見えることからついた名前だそうです。ふんわりした愛らしい花はですね、色も形も多彩なんですね。色はですね、レッドとピンクとオレンジとイエローとホワイトとパープルと本色のね、7色あるんですね。それ以上にあるかも分かりませんが、とりあえず私が把握しているのは7色ということです。これ綺麗でね、なんかもうちょっと見てみたい気もしますけど、倍の花を見たいので今日思い切ってね摘心をしていきたいと思います。これで一部の動画を終わります。2部はね早速摘心を始めていきます。摘心ですからですね、枝の先っぽを切るという作業なんですね。当然花がついたところは落とします。そして花芽も落とします。そしてね、この今咲いている倍、それ以上のね花を咲かせますんで、ぜひね期待してほしいと思います。摘心ですから今日はね、まず鉢からこうはみ出てるんですよね。でこれ鉢からはみ出てる部分はもう落とします。よろしいですか。そしてまず落として、あとは先っぽをね切っていきますんで、ということでご了解をお願いしたいなと思います。これね、今花が咲いてね、わーって思ってるかも分かりませんけど、これね綺麗な花が咲いてますね、ほんとね。はい、こんな感じでね、鉢から出たところは切り落とします。まずね、この鉢をぐるぐる回しながら切っていきますよ。こんな感じでね、ちょっとねかわいそう、ごめんねと言いながら今切ってますけど、この中ではですね、はい、あとはねちょっと形を整えながら切っていきます。こんな感じでね、形を整えながら先っぽを切るということですね、ということです。こんな感じでね、結構花芽もついてますね。ちょっとこの大きいのがありましたけど、これ中心のやつですね。先っぽこんな感じでね切りました。こんな感じですね。ちょっと形もね考えながら、丸く丸くという感じでね切りましたんで、こんな感じかな。だいたい先っぽ切りましたんでね、大丈夫だと思いますけど、あとね切り残しがあったら先っぽだけはね後でも切られて結構ですから、ぜひね先っぽだけは切ってほしいなと思います。はい、こんな感じですかね。先っぽがねあるところをね一回切っておくと芽が出てきますからね、下からね、下から下から来ますから大丈夫です。
はい、こんな感じになりましたので、今度咲くときね、きれいにこう丸く咲いてくれると思います。またね、あの咲いたら動画アップして、今度切り戻しかなんかでね、皆さんにこうお会いできるかなというふうに金魚そば言っています。はい、ということでね、これ2部の、動画を終了します。で、これ3部なんですけども、3部は何かというと管理ですよね。あと管理どうしたらいいかというと、まずね、こういったやつがあるんですよ。メーカーいろいろね、出てますけど、これ消毒、虫の予防と病気の予防なんですね。どうしてもね、今から春先ですから虫とか来るんですよ。で、病気もなりやすいんで、しっかりね、消毒をしておいてください。まあ、これが一つ。二つ目がですね、そうですね、あとこういったやつで、液体の肥料でね、追肥をするってことですね。ということです。これはね、そうですね、月に1回か2回で千倍液でね、やられるといいかと思います。液体肥料はですね、で、固形肥料、これをですね、すぐあげてください。固形肥料はですね、摘心をしたときは必ずね、切り戻し摘心をしたら必ずやるっていうのを覚えておいてください。これね、切った後は力が必要なんですよね。皆さんも仕事行かれる前にご飯を食べたりとかされると思うんですけど、力が必要ですからね、エネルギーが必要ですから、3箇所ぐらいでこう2個ずつぐらいでいいですから、あげといていただければ。まあ、やり方はね、これ端の縁の方にね、やってください。根に近いと結構こうダメージが大きいので、じわっとこくるようにですね、遅効性の肥料、じわっと効いてくるタイプなので、端の縁の方にやるっていうのがコツです。あと、そうですね、今ですね、花っていうのは、これ見ていただくと分かりますように、下から咲いてくるんですよね。下からずっと咲いてきて、まだ上の方につぼみがありますけど、これが咲き終わって全部落ちた時はですね、この下から切るということですね。このずっと下の方からずっと咲いてきますから、その根元から切ってください。これが花がら摘みになるんですけどですね、また脇芽がその下から出てね、開花しますんでね、ぜひやってほしいと思います。それからですね、ここに実は花がね、今ついても、これ花が落ちたらこんな感じになるんですよね。で、こんな感じになるんですけど、ここにね、種がつくんですよ。で、種がついたら花がつかないですよね、もう。だから種ができないように、これをね、取ってあげるといいですよね。その都度ね、取ってあげるといいです。で、ずっと咲いていって、最後はこの下からね、切るということですね。だから大丈夫ですから、まあ、これ覚えておいていただければいいのかなというふうに思います。こまめにお花は摘んでほしいと思います。それから病害虫なんですけども、春ですね、ヨウトムシに葉を食べられやすいので、虫が活動するですね、夜にね、ちょっとこう明かりを持ってちょっと捕獲してもらうといいですよね。忙しい方はもうあれで消毒液でですね、バーッと撒いてもらえばいいと思います。それから灰色カビ病とかですね、アザミウマ、アブラムシがですね、今から来ますので、やはりこういったものでね、その都度駆除をしていただければいいかなというふうに思います。あと、月に一遍ですね、先ほどやった摘心した後にあげたガーデンボールというね、このボール状の嗜好性肥料がありますけど、こういったものを月に1回ぐらいね、あげられると花芽がもっとこうつきやすくなりますので、ぜひね、一緒に皆さん金魚草をこんなにいっぱいね、もうなんかこう花の重みでグラグラするぐらいに一緒に添えたいと思います。ぜひね、皆さん一緒にやりましょう。最後になりましたけどね、いつもコメント高評価ありがとうございます。またね、たまたまチャンネル登録してないよってよく見てるんだけどって方がたくさんいらっしゃると思うんですよね、今ご覧の中には。ぜひね、この機会にチャンネル登録していただいてね、
花咲かじいさんを応援してください。応援というイコール、登録になりますので、チャンネル登録、これが応援になります。ぜひね、応援をよろしくお願いいたします。今画面の中央にですね、私の似顔絵が出てますんで、これをクリック、ピッてクリックするだけですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた、満開切り戻しの時にね、金魚さんの切り戻しの時、このお後はしばらくお別れということですね。また次の動画でお会いしましょう。